ンポン。先輩、どないしたんや？ずっと気になってることがあるんですが、聞いてもいいですか？ええよええよ、何でも聞き。では、ゆかり先生ってなんで先生なんですか？ああ、そのことな、それはな。あれ、なんであいつ先生なんだっけ？実はやんごとなき事情があってうちの口からは話せないことになっとるんや。そうだったんですね。本人来たら直接聞いてみ。先生、なんで先生は先生なんでしょうか？ああ、そのことですね、それは。あれ、なんで私先生なんだっけ？周囲からの期待を胸に毎回あんな気候に走ってんの？まあ先生が先生たる理由なんて明白ですよね。それは私が天才だ。ごめん。何か私に言うことは？嘘。帰らないで。落ち着いて。それはこっちのセリフだよ。なんでそんな笑顔なんだよ。なんで先生なんですか？そして攻めを止めないついなちゃん強い。私、バッタの煮込み料理で会社を立ち上げる方法をレクチャーしてるものです。斬新すぎる起業方法やめろ。やだ、私煮込まれちゃう。君バッタ、一緒に煮込まれましょう。おめえまかよ、バッタの輪を広げんじゃねえ。ところでなんで先生なんですか？ついなちゃんの意志の強さを垣間見た。私バッタ鳥。語尾に取り付けるバッタがいるか。ところでなんで先生なんですか？ぶれないその気持ちが大事。ドリドリ。ところでなんで先生なんですか？知りません。うおい。これを読め。今、もともとデッドバイデイライトっていうゲームを解説するっていう立ち位置だったので先生ってつけました。ちなみに思いのほかプレイングがクソすぎたのでポンコツキャラも塗布されました。だって、なんか偉いもん塗布されてんな。